ですね、今回はとっておきのグッズを持ってきていただいたと聞いておりますけれども、そうなんです、はい、今仮面ライダーウィザードを特集しているということで、はい、ちょっと本当に私物なんですけど、はい、ウィザードのベルトを持ってきました。これは私物なんですか？あ、私物です。あららら、シャバドビタッチするやつ。そうなんですよ、嬉しい。よくご存知で違う、まあ、今日は私喋っちゃいけない日だからそうだよ、今みたいなの OK だと思う。そうなんです、これで変身するんですけど、はいはい、ちょっと指輪も何個か持ってきて、ね、やべ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 、立花さんの好きな赤もあります。やばいですね、これね。そうなんですよ、音とかも出るやつ。出ます出ます、音出るみたいですね、入るかな。お、出とる出とる、鳴ってる、鳴ってますね。大丈夫です大丈夫です。聞こえた聞こえた聞こえた、ちょっと鳴りました。おお、本当にすごくって、でいろんな指輪がほぼ出てるんですよ、はいはい、なのでそれを集めるのも本当に楽しくって、うん、はいはい、ということで伊藤美希さんでした。そんな唐突な締め方あるかい。あれ実際ベルトつけてこれなんかポーズ取ったりとか、これは弟なのでちょっとつけられるかわかんないんですけど、ウエストが細いか、大丈夫だよ。大丈夫だよ、本当につけてやるとちょっとあのあれかなって思うんですけど、はい、でもやりたいですよね。え、ちょっとじゃあ、え、やっちゃおうか。大丈夫かな。違う違う違う。すごい喋ってる。めっちゃ音出てますね。すごい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 。あ、入るか。いけるんじゃないかな。あ、いけた、いける。気がする。はい。お、すごいすごい。指輪がない。めっちゃ喋ってる。指輪もつけちゃって。めっちゃ喋ってる。めっちゃずっと喋ってる。はい、さあ変身。お、お、あ、止まった。わあ、懐かしい。やばい。ちょっと一瞬ショータイムだ。若干シュールな絵が続きました。ショータイムだっすね。ショータイムだったら確かに。本当にごめんなさい。いやでもね、この好き度が伝わりますね。いやね、いいっすね。あ、皆さんの前であの変身ができて本当に私は幸せでした。いやいや、ありがとうございます。本当に無茶振りをしました。いやもうこれはね、絶対ブロマガも楽しみ、間違いなしです。この絵がね、本当にブロマガにもね、入ってますね。出てるんですよね、絵に見ていただいて。